どうも、皆様いかがお過ごしでしょうか。うかでございます。それじゃあ続きやっていきましょう。プロスピ2010、やっていきたいと思います。今日は名古屋でロッテ戦、頑張っていきます。よし、始めよう。はい。出ました、監督賞。3番サード、頑張っていきたいと思います。なんか定着してきましたね。今まで5番サードだと思ったんですけど、今はもう5番にブランコが入って、代わりに僕が3番といったところ。チームは打撃調子良さそうだな。ちょっとやってみましょう。だから、結構だから3番っていうとかなり打席数は多いんじゃないですか。結構すぐなんか規定打数到達しそうな気がするんですけど。まあ、とりあえず頑張っていきたいと思います。名古屋ドーム。広いからな。さあやっていきましょう。セパ交流戦。始まります。こうやって見るとやっぱドーム球場広く見えますよね。奥行きがすごいありそうな。まあ、あるんだろうけど実際問題。さあよろしくお願いいたします。相手はロッテ。第1打席、先頭じゃない、全然先頭じゃねえわ。ワンアウトランナー1塁。なるほどなるほど。さあ頑張っていきましょう。若い系しっかりと振っていこう。もう積極的に。ただ球は見ないとな。どうだどうだ、すげえってことやったけど、いけ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 、よし、来た来た、ツーラン。いやー今のはね、俺いけると思った。すごい手応えありましたから。ただちょっとギリギリだったけど、まあよしだ、やったー、2対0、先制ツーラン。いや今の良かったんじゃないですか。なかなか低、結構周り、まあ真ん中ちょい低めぐらいかな。思いっきりすくい上げる形で、はい、入れることができました。よかった。9、よし、あと1本でだから2桁ホームランだね、今年ルーキーイヤーで。あ、本も真ん中だね。なるほど、よしよしよし、いいぞいいぞ。まあ相手がね、一発持ちだったんでよかったかな。特にスロースターターだったり、同じとこだな、さっきと。ただ多分変化球対応してきそうなんだよな。なんかそんな気がしてならない。今のもったいない、今のはもったいない。絶対甘い球だった。ちょっと余裕こいてたな、一発ホームラン出したからっつって。ダメだダメだ、まあしょうがない。さあそして、おお、また2点入って、まあ、お、来た。まあ、ツーアウトランナー、一、三塁の大チャンス。さあ、今日1ホーマー。若い K が打席に入ります。た、やや遅いか、今の。どうだ、すげえいいとこ飛んだんじゃないこれ。よーし、超えた、オッケー。オッケー、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 オッケー。おい、ツーベース。今日絶好調。いや、やっぱり良かったですね。事前に、もうぜ、なんだろう、メンタル練習しといてよかったですね。今日3打点。来ました。今までちょっと不調だったんでね。ここは一気に流れを変えていきたい。おー、大量得点。でもなんかそんな差がない気がする。ノーアウトランナー1塁。さあ、いいですよ。今日絶好調。あ、もうピッチャー3番手か、相手は。なるほど。まあまあ、1球見る。まずはね。まずは見ます。これもいいかな。おい、しっかりとボールを見極めて、今の行くべきだったかな。あー、なんか変なとこ飛んじゃったか、これ。うわー、残念。ボンダ、まあでもそれでもね、いいんじゃないですか。全然成績としてはまだもう一回回ってくんじゃない。さあ来ました、第5打席、ツーアウトランナーなし。やっぱり1試合、もう3、もう上位打線打ってると5回は回ってきますね。まあ、4、5回は間違いなく来るっていう。どうだこれ、どうだ、いけっこー、あー、惜しい。センターだ、まあなー、結構いい当たりしたつもりなんだけど。まあ一応勝ちということで。8点取ったけど意外と5失点なんだな、投手陣は。まあまあ、なんとか勝ちまして、5回4点に抑え勝利投手って結構美味しいよね。やった、ヒーロー賞いただきました。さあ、そして監督賞はどうだと。まあ、やっぱ先制ツーラン、計3打点。これはもらって、当然でしょ。はい、決勝だ、ありがとうございます。はい、そして、おー、来た、監督室に呼ばれた。はい。ありがとうございます、10万円。イエーイ。18万円いただきました、今日だけで。いいね。いやー、今回の活躍は正直かなりのものあると思うんですよね。
どうしようかな。ちょっと体、あれか、少しピリピリしてるし、ここは、軽くストレッチをしよう。おい、ストレッチヨガ。そして、うおー、まあまあまあ、ヤクルトがすげえな、10対2。はい。これは書いてあるかな？特に、自分のことは書いてないね。はい。さあ、6月む、5日に、あ、球場移動？まあいいや、あ、球場入りか。あ、びっくりした、びっくりした。どうしようかな。やっぱりここは、そしたらメンタルでちょっと調子をね、上げておこうかな。絶好調で。さあ、それでは試合に赴きたいと思います。はい。3番サード。よろしくお願いします。あ、いいね、絶好調じゃん。我がチームは。内野手でプレイ。あー、そうなんですよね。結構内野とかで守ってると、いざこう、守るっていう時とか、ボールが来た時に、パニックになっちゃうパターンがあるんですよね。例えば、ライナーとか来た時とかさ、まあ、例えばランナー満塁とか、そういう時に急にライナー来たりしたら、焦りますよ、本当に。で、そういう時に、だからキャッチャーがどれだけ冷静な指示を出せるかだよね。1個 !2 つ !3 つみたいなね。さあ、いきなり、2点ビハインド。参ってきましょう。昨日のことを褒められた。あ、唐川投手。なるほど。なかなかタイミングがな、だから取りづらいからしっかりと。しまったー、今の打たされた。内角高め。まあまあまあいいや、思い切ったスイングをしていこうや。とりあえずね。なんか復調の兆しは見えたから、少なくともちょっと前回。いやー、昨日はなんか5回4失点、今回は3回5失点、ちょっとまずいんじゃないか。おお、危ない危ない。あ、まあこれはいいわ、足元。うん、いいとこ落ちろ。落ちた。よし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 。強振だけど、まあいいや。シングルヒット。今日1安打。さあ、そして、しかし点差が。第3打席。打撃絶好調なんだけど、どうも唐川投手を、なんだろう、攻めきれない感が否めない。さあ。ここは一発若手の一撃で、何かチームに勢いを与えたいんだけども、できるかな？さあ、来い。おー、危ね。内角来るか、外角来るか。高めか、低めか。高めと見た。内角高め。あ、全然違う。全然違う。外角低め、真逆じゃねえか。さあ、来いや。ない。うまく流したつもり。オッケー。なんとか対応、外野、もう外角高めを。今日2安打。そして点差は、あ、縮まった、ちょっと。2アウトランナー1塁。一発が出れば、と思うが、まあ、わかりません、まだまだ。あ、もったいない、今の。今の結構もったいないぞ。あー、なんか美味しい球を何発もファールにしてる気がする。おー、危ねえ。まあ、あれは振らないですよ。よし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 。球数投げさせ、106球。うわあ、くそー、タイミング合わなかった。やられたわ、今。しっかり対応できなかったな、今のは。まあ、縦のカーブ、難しい。おお、でも、追いつくかもしんない。来た、第5打席。ここでチャンスを作ればワンチャンあるな。さあ、頑張ろう。3割6分7厘、9本35打点。シーズン10度目の猛打賞まであと1本、頑張ろう。おお、負け運なんだ。うわー、うまいな、今の緩急つけられると。うお、危ねえ。ああ、ヒヤッとした今。どうだ。うわー、井口選手いい守備しやがる。うわー、名手、名手が見せる今の。さあ、あ、ダメだ、勝てなかったか。その後ツーベース出たから、それこそ塁に出たけばよかった、やっぱり。負けた。残念。しかし、マルチ安打ということで、とりあえず。まあまあまあ、とりあえず2安打したからいいや、形としては。おい。
唐が4勝1敗、田中家1勝5敗、5、ああ、きついな。はい。なんとか、アンダーは出るようになったな。はい。そして、どうしようかな。ちょっと疲れ溜まってんだよね。外食しようかな。ちょっともう皆さんと、しゃぶしゃぶ。刺しの入った高級肉をに、鍋の出汁にくぐらせる。たっぷりと旨味を含んだ肉は、噛んまでもなく口の中でとろけていく。ごまだれは、芳醇かつまろやかな甘さ。ポン酢はさっぱりとしたキレのある味わい。そうなんだよね。しゃぶしゃぶって美味しいっすよね。僕もあんまそんな、たくさん食うわけじゃん。たくさん食うってか、そういうなんだろう。しゃぶしゃぶなんかこう何回も食えるような家庭ではないんですけど、でもまあ、時々なんか家族で行った時はなんかこう美味しいななんてね、ありました。ほい、6月6日。さあ、球場に移動して、今回また昼でな、今度西武戦か。どうしようかな。じゃあとりあえずここはメンタルトレーニングで絶好調にしておこうかな。さあ、それでは行きましょう。西武戦。ほい、ホース選手。あー、そういえば以前、なんかライバルとしてなんか見てるみたいな、目があったみたいな、なんか闘志に燃えているとか言ってたな。これでさらに返り討ちにしたらどうなるんだろう。もっとなんかだから、なんか強くなって帰ってくるとかそういうことかな。非常に気になりますね。そういうライバルとかって、どういうシステムなんだろうね。まあ、とりあえずやってみて、まだ今のところなんだろう、ライバルとの再戦で勝ってないんでね。ちょっと頑張っていきましょう。さあ、先頭出ます。まず最初。先発だ。もう早速、ああ、そうだね。前回はでも、そっか。ハルケンボーグで中継ぎとかでだったから、今回は先発で、もうがっつり勝負ですもんね。まっすら。うわー、もったいないことした。これは無理だ。うん。チェンジ。うわ、もったいないことしたぞ、今の。大丈夫か、これ。1点ビハインド。うわ、一気に。まあ、第2打席。なんとか、ちょっと、頑張ろう。左には強いからね。まっすら、盗塁。ああ、じゃあ、これは見逃す。おい。これはサイン実行だね。よし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 。振ってもよかったけど、まあ、大丈夫でしょっていうね。安心感。はい。結構余裕ですね。さあ、そして。おー、これ。やっちまったかこれ。タッチアップは無理だ、浅い。ダメか。いやー、結局チャンス問題かよ。まずいな。さあ、そして4-0。うわー。点差がどんどん離れてく。なんとか頑張んないとな。そしたら。さごい。あ、今の甘かった。今いけたかも。スライドパーム。これだよ、これ。ちょ、ミドしよう。ダメだー。完全にもうしてやられたわ。ライバル相手に。くそー。もう一打席ください。チャンス。来た。第4打席。このまま多分投げてるでしょ、最後まで。ピッチャー交代かな。あ、そのまま行く。あー、なるほど。ほい。このまま完投ペースか。そうはさせまいと。強振で行くべきか、ミート押しで行くべきか。ミート押しだな、さては。いいパーム。うわー、外へ逃げられた、綺麗に。ダメだー、今日ダメだった、全然。完全に、もうしてやられたな、今回。くっそー、ダメだった。いやー、綺麗に勝たれ、負けたな。チャンス問題とかが響いてしまった。くっそー、敗北。まあまあまあ、しょうがない。うん、やってしまったものは。ほい。くそ、今日はホワイト選手にやられたんだよな。次は見てろよ。あ、経験点がダウン。なるほど。はあ、ちょっとやだな。ライバルと戦うときは、勝てば経験値が上がるけど、負けたら経験値下がるって、そういうことなんでしょうね。ということで、それじゃあね、次回行きたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。気に入っていただけたら、チャンネル登録をよろしくお願いします。動画のアイコンや概要欄のリンクからチャンネル登録できますので、登録、高評価、コメント、お待ちしております。
明日の動画でお会いしましょう。ウカでした。レイでした。またね。またな。